にちは、ミクです。今日はリンゴを使ってカラメルカスタード大福に挑戦します。見てね。ではまず求肥の材料です。もち粉 100g、 砂糖 150g、コーンスターチ大さじ4杯。次にカスタードの材料。砂糖大さじ3杯。牛乳 240ml。バター大さじ1杯。薄力粉大さじ2杯。卵黄2個。バニラエクストラクト小さじ1杯。フィリングの材料です。リンゴ1個、砂糖大さじ1杯、バター大さじ1杯、レモン果汁を少し、カラメルに使う砂糖大さじ2杯、タピオカ粉小さじ1/4杯。リンゴはよく洗って皮をむき、いちょう切りにします。小鍋に砂糖大さじ1杯とバター大さじ1杯、レモン果汁少しを入れて火にかけます。煮詰めていきましょう。汁気がなくなったら冷ましておきます。小鍋に牛乳を温めます。ボウルに砂糖大さじ3杯と薄力粉大さじ2杯、卵黄2個を入れて、そこに温めた牛乳をよく混ぜます。弱火でゆっくり加熱しましょう。とろみがついてきたら、バター大さじ1杯とバニラエクストラクト小さじ1杯、これでカスタードクリームの完成。傷みやすいので急いで冷やしましょう。ラップでぴったりと覆って冷蔵庫へ。砂糖大さじ2杯と水大さじ1杯を煮詰めます。タピオカ粉小さじ1/4杯と水大さじ1杯をよく混ぜて準備しておきましょう。キャラメルから目を離さないようにしてください。色づいてきたらお湯大さじ2杯を加えます。ここに溶いておいたタピオカ粉を混ぜて、とろみがつくまで火にかけましょう。冷えたカスタードを6等分して、ラップに丸く広げます。真ん中にカラメルソースをのせて、冷ましておいたリンゴものせましょう。丸くなるように形を整えて輪ゴムで留めます。カチカチになるまで凍らせましょう。ボウルにもち粉 100g、 砂糖 150g を合わせて、そこに水 200ml、 ダマがなくなるまでよく混ぜましょう。ラップをしてレンジで2分加熱します。一度よく混ぜ合わせたら、再度ラップをしてもう1分レンジにかけましょう。熱いので気をつけてください。もう一度よく混ぜたら、これで求肥の完成。作業台にコーンスターチを広げて、先ほど作った求肥をのせましょう。上からもコーンスターチを振りかけます。よく冷めたら6枚に切り分けましょう。
1枚ずつ薄く伸ばしていきます。凍らせておいたフィリングを包みます。求肥はぎゅっとつまめば閉じることができます。すぐに食べない分はラップに包んで冷凍することができます。食べるときは自然解凍、甘すぎないカスタードクリームにリンゴの食感と少しだけ入っているカラメルがアクセントになって、とてもバランスのいい大福ができました。ごちそうさまでした。